さぬき永田選手です。まず今の気持ち聞かせてください。ホームで、0-2 から、追いつけたことが、まあ、良かったかなと思います。まあ、流れを変えた1点目ゴールシーン振り返りお願いします。いや特に何も振り返ることがなくて、まあ、とりあえず当たっただけなんで、まあ、それで勢いついてくれたんで、まあ、良かったなと思います。この勝ち点1、次節にどういった部分を生かしていきたいですか？今日ちょっと守備がちょっとバランス悪かったんで、もうちょいしっかり1週間練習して整えていきたいなと思います。ありがとうございます。